ひつぎのチャイカは、坂木一郎による日本のライトノベル。イラストは生肉 ATK が担当している。レーベルは、富士見ファンタジア文庫、全員12巻にて完結。コミック版は、月刊少年エース、エイジプレミアム、4コマナのエースにて連載されていた3つがある。2013年7月にアニメ化が発表され、2014年4月から6月まで、 1> 第1期が、同年10月から12月まで、第2期が放送された。大陸歴1604年。当時戦乱の真っただ中にあり、戦国時代を迎えていた、フェルビスと大陸。禁断皇帝、魔王、狂戦王など数多くの異名を持ち、巨大な魔法帝国、ガズ帝国を何百年もの間収めていた皇帝、アルトゥール・ガズ。そのガズ帝国を、諸悪の根源と呼び、 同盟を結んだ大陸主要6カ国は大軍を用いて帝国に侵攻。先陣を切った8人の男女は激闘の末に玉座の間でガズ皇帝を打ち倒し彼の遺体を分割してそれぞれが持ち帰った。帝国は滅亡し8人は8英雄という称号を得る。そして戦乱が終わった大陸には平穏な日々が訪れたのだった。 戦時中は偵察、暗殺などの仕事を行うラッパ氏と呼ばれる特殊兵の青年、トール・アキュラ。しかし、平和な時代に不釣り合いなラッパ氏は必要とされず、職も生きる目的も失ったトールは、妹のアカリ・アキュラに、叱咤されながら怠惰な日々を過ごしていた。そんなある日、トールは、ある山中で、大きな棺を背負った少女に出会う。そこで、捨てる銃の一匹である。 独角馬に襲われるが、魔法師の能力を生かした少女の助けもあり、その場を切り抜ける。助けられた少女は、チャイカトラバントと名乗り、アキラ兄弟に、自身の目的と正体を話す。それはチャイカが、ガズ帝国の皇帝の娘、チャイカガズであり、父を弔うために八英雄が持ち去った皇帝の、遺体を集めたいというものだった。アキラ兄弟は、道中の用心棒として、 チャイカの依頼を受け、彼女と共に遺体収集の旅に出る。一方、戦後復興推進機関に所属するアルベリックジレット率いるジレット隊やチャイカそっくりの容姿でチャイカを名乗る謎の少女たちも遺体を目的としていた。登場人物のネーミングにおいては自動車関連のメーカーブランドモデル等の名称に基づくものが多く見られる。クレイ、アラン、 クローディアの3名は、原作では、シュファテンのガズ帝国攻防戦時の回装シーンにしか、登場せず、チャイカや、トールたちと出会うエピソードも存在しない。富士見ファンタジア文庫レーベル、全12巻電子書籍の最終巻には、特典として、文庫未収録のイラストも収録されている。また、電子書籍の一部の巻には、文庫未収録短編も初集された。 2010年12月18日、初版発行 ISBN978 から4、から829135969。2011年5月20日、初版発行 ISBN978 から4、から829136409。2011年10月20日、初版発行 ISBN978 から4。 から8291369282012年3月17日初版発行 ISBN978 から4から8291374062012年8月17日初版発行 ISBN978 から4から8291379322013年1月19日初版発行 ISBN978 から4 から8291384892013年7月20日初版発行 ISBN978 から4から8291391342014年1月18日初版発行 i s b n 七十八から四から零四から零七零零0から六二千十四年四月十八日初版発行 i s b n 七十八から 4から04から070090から82014年9月20日、初版発行 ISBN978 から、4から04から070145から52014年12月25日、初版発行 ISBN978 から、4から04から070148から62015年3月20日、初版発行 ISBN978 から、 4から04から070150から9、2015年3月6日、初版発行 ISBN978 から、4から04から070171から4、月刊少年エース2011年12月号より2015年2月号まで、連載された。作画は、坂山新太子。連載に先駆け、同志2011年11月号にて、 プレビューコミックが8ページ掲載された。原作よりの構成だが、オリジナルエピソードや描写を加えている。原作2巻を最後まで描き完結した。巻末には、原作者と、原作イラストのコメントが掲載されている。4コマナのエース2011年ボリューム4より2013年、ボリューム20号まで連載された。また、 月刊少年エースにおいても2014年3月号より集中連載形式で2014年5月号まで連載された。集中連載文の掲載より先に単行本が発売。作画はカニカマ。原作とは無関係のギャグ4コマ漫画である。デジタルコミックエイジプレミアム2014年2月号から2015年1月号まで連載された。 作画はみなせせり。チャイカたちが高校生に奮し、ガズ学園を舞台にしてコミカルに描かれたスピンオフ作品である。2013年7月22日にテレビアニメ化が進行中であることが士見書房で発表された後、同年10月12日に各メディア向け発表やスタッフ発表が行われた。2014年4月より6月まで、 1> 第1期が放送された後、同年10月より12月まで、第2期が、ひつぎ姫のチャイカーベンジングバトルのタイトルで、放送された。監督は、テレビアニメ、スクラップド・プリンセスやアニメ映画、クレヨン・しんちゃん嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦、クレヨン・しんちゃん嵐を呼ぶ、オラと宇宙のプリンセスのマスイ・ソーイチ、シリーズ構成は、ザ・アイドルマスターや、 ラキスタの町田孝子、キャラクターデザインは、ゼーンのテンペストの新井信広、アニメーション制作は、エウレカセブンシリーズや、スタードライバー輝きのタクトのボンズが、それぞれ担当する。原作に沿ったストーリーが展開されるが、出血描写こそあるものの人体損壊描写はやや、抑えるなどアレンジが加わっており、第1期の第8話と第9話、 第 2, 2期の第1話から第3話などアニメオリジナルのエピソードも描かれる。第 2, 2期の第6話以降は原作の第8巻以降を元とするが最終回までの内容は原作と違う構成でエピローグも異なる。なお、2015年3月発売の原作単行本第12巻特装版にはテレビ未放送のオリジナルアニメが BD で収録された。 オープニングテーマエンディングテーマ質疑音のチャイカのタイトルで2014年4月18日から12月26日まで響きラジオステーションにて配信された毎週金曜更新マジマアツシアンによるサイドチームチャイカと野水より高田夢ユによるサイドチームジレットが毎週交互にパーソナリティを担当第13回よりリニューアルし メインパーソナリティの安住がゲストパーソナリティを毎回迎える構成となり、各週金曜配信となった。アニメ第2期スタート後の第19回からは安住と真島の二人がパーソナリティを務める体制に再編成された。ゲスト、ありがとうございます。